ども、これね、お土産にねもらったきびだんごのね、とこに入っておりました。ありがとうございます。これもねいただきました、同情生からね。しかもあーちゃんからもらいました。ありがとうございます。全日本ね、フルコンタクト空手ジュニアランキングというね、まあ、去年一昨年からうちらも参加させていただいているんですけども、まあ、1年間を通して4月から、3月末までね、各地方でいろんな大会があってですね、そのランキングポイントのね、選抜というかそういう大会があって、あんまり僕はあんまり詳しくなかったんですよね。うちの奥村兄弟がね一番最初に参加して、お母さんたちの方がよく知ってるというか、僕はあんまりちょっとついていけなかった最初。いろんな大会出ることでね、私も精一杯で、このランキングポイントのそのポイントがどういう風になってるのかとかいうのはあんまり分からなくてですね、実際今でも分かっておりません。どこに行けばポイントがもらえるのかとか、まあそのランキングポイントのその試合はもうだいぶ分かるようになりましたけど、はい、もともとランキングポイント武神ランキングやったんじゃないかなとかいうふうなこともあって、なんか途中から名前が変わったというかね、後で教えていただいたんですけども、一つ別のものになったというか、誰でも参加できるようになったからこうなったんかなということをちょっと認識が薄いですけど、申し訳ないですけど、まあこの大会ね、まあいつも松井派と比べるんですけど、こういうねことはなかったです。はい、しかもこれ見たらね、いろんな流派が参加できてですね、まあ、うちら一つの流派しかなかったんで、その中でもそういうランキングっていうのはなかったですね。あったらよかったのになと思います。もうこのフルコンタクトカラーということで、いろんな流派がね、こう集まっての、年間1位を、ポイントが一番高い選手、まあこのそれでこの武神って書いてるのかな、武神の空手口もあーちゃんアルマがね1枚持ってますけど、去年もらったんで分かってますけども、すごいかっこいいんですよ。私も欲しいなと思うぐらい作ったろかな思うぐらいいいんですけど、むっちゃかっこいいんですよ。で今はね、前は武神って書いてたような気がするんだけど、今はなんか自分の道場名入れるようにここだけ空白になっててですね、でうちは中崎道場って入れてくれてます。うち極真中崎会に変更したんですけど、中崎道場だけの子が何名かうちおるんですけど、その頃は過去全日本大会を優勝すれば中崎道場だけっていう名前をつけるように、ちょっとレアものなんですけどね。今うちのアルマちゃんもね、こう中崎道場ってつけてくれてますけど、去年ねアルマだけが、まあみんな何人かこうチャレンジしたんやけどね、アルマだけがこう1位になって、兄弟2人が惜しいとこでね、もらえなかったということで、一心とねルイマがね、もうルイマでももらえなかったということで、ポイントがね、そのこれで負けたんかなということで、去年屈辱というか、私も去年はそのあーちゃんだけもらえたんで、一心もね、そのルイマも絶対次回来させたるからなと言って、お前らも頑張ってやれよって言って、その言葉をかけたんですよね。まあ、いつも言うように言葉かけるのは俺らも勝手なもんですよね。簡単に言いますけどね、それを今回は奥村一心も、まあ、最後ファイナルはね3位になっちゃったんだけども、そのポイントが一番高くて、年では1位になりました。拍手ね。ほんでルイマもなんとかギリギリでした。本当にファイナル行ったんですけども、私も応援行ったんですけども、誰かがこうちょっとようわからないですけどね、誰かが勝ち上がったら、でルイマがもし決勝で負けたりしたら、もうポイントが抜かされるとかいうふうなことやったと思います。はい、だから今ポイントが一番高い状態行ったんですけども、それではもう確定してなかったというかね、私も力入りましたけどね、まあセコンドも入らせていただいたんですけども、なんとかこう優勝させていただいて、念願のね1位になりました。はい、ありがとうございます。ほんで対戦してくれたね皆さんもね、青山さんたちも、この今回だけじゃないんでね、この1年間通して大体同じメンバーなんですよね。大体同じメンバー、その中でもうルイマも負けたり勝ったりしてね、結構争いがあったんで、すごくね、皆さんにはお世話になりましたし、みんな強いからね、ほんまにみんな強いですね。一心のクラスもすごく層が厚いし、でルイマのクラスもめちゃくちゃね層が厚いし、あーちゃんのクラスはね、ちょっとあーちゃんがダントツでね、ポイントが高かったということで、ちょっと今年のやつはちょっと見れないかな、ちょっと去年の今トーナメント見た、トーナメント表発表って書いてあるけど、去年のやつかしか見れないかな、ということなんですけども、
まあ、初級ランキングもあったりね、あるんですよ。ほんでどっか遠いとこ行けばなんかポイントが高いとか、雨の日は2ポイントアップとか、あ、それちゃうか、それはポイントでいいかちゃいますね。5のつく日はとかそんなじゃないと思いますけども、あの結構そのポイントがね、まあこう行く方の親御さんたちもその絶対にこの武神のね、空手技を着させてあげようという親のねこの努力というか、ね、この親の努力もすごいと思うんですよ。やっぱり大阪で、うちら大阪ですけど、大阪だけの大会じゃないじゃないですか、ね、いろんなとこに東京行ったりね、うちおった子なんか北海道行ってました、前ね。うちからちょっとね、よそに脱退したんですけども、その子もね、今回あのランキングで1位になってました。おめでとうございます。その子らはなんか北海道まで行ってましたからね、もうすごい熱心でね、まあ、うちに稽古してた頃の子なんですけども、ね、その子もなんとか1位になりまして、ね、よかったなと思います。はい。まあね、その親も大変ですし、子供たちももちろん大変です。ね、そのポイントのこともよう知ってはるし、みんなね。でまあ、この主催していただいたね、まあ、中山道場とかいろんな道場ね、皆さんがこう力を合わせてやっていただいて、この1年間通してね、みんながこう協力し合って選手のためにね、やってくれてるってことがすごく感動しておりますし、もうこういうランキングポイント、まあ、ランキングつけるとやっぱりね、みんなもちろん切磋琢磨して強くなっていくんで、いいことだなと思いました。はい。そしてね、今回もう知っての通りですけども、 SNS 上げたんですけども、MVP 賞があると。ほんで最初僕ファイナル行った時に、なんか一つだけこう高いこうトロフィーがあるんですよ。めっちゃ高い、僕らの身長よりちょっと低いぐらいかな。もう見たことないですよ。なんか車のロードレースとかあんなんでもらえるようなやつだと思うんですよ見たことないですよ、空手の大会で。すげえ高いやつがあったんですよ。それをね、 MVP 賞で一人だけしか持ちでもらわないんだけども、なんかね、うちのアルマがちょこちょこってきてね、試合終わってからくらいかな、終わる前かな、あれもしかしたら あーちゃんもらえんねんでとか、アルがもらえんねんでとか言って、ちょっと通り過ぎてたんですよ。言って、なんでなんでなんでって、親も知らんし俺も知らんし、なんでなの言ったら、なんか一番ポイントが高い賞もらえるらしいんやでーってどっか行ったんですよ。誰から聞いてんお前で、俺もちょっと来い、ちょっと来い、それ誰から聞いてんったら、ほんならニコーとして笑って喋らへんのですよ。でまあ、子供の言ってることやからまだね、ちょっとちゃうんかなとか思いながら見てて、最後にね、 MVP 賞の発表ですって言ってね、今から動画見、僕を撮ってくれた動画があるんですけど、他の親御さんが撮ってくれたんですけども、半信半疑ですからね、僕らも。もしかしたら年間じゃなくてまだ発表されてなかったから、今までずっとね、村上くんとか言ってますやんか、ゆうやくんとかね、あんな言う、ちょっと今までこう何年連覇もしてる子とかね、あんな子らがもらえるんやろって俺お母さんと喋っとった。ほんで、もしかしたら言うてることも合ってるかもしれんし、ということで、年間やったらそうかもしれんなってなったんですよ。ちょっとね、点数が140ポイントぐらいあったんで、俺はあんまりポイントのこと知らないけども、皆さんが他の人がどんだけあるか知らないんで、もしかしたらあるんじゃないかなって、お母さんも俺も動画撮りながらこう発表しますって、年間です、年間の MVP 表ですから、もしかしたらありえるぞもうおじいちゃんダンス、 おじいちゃんみたいなダンスで、まさかね、高校生たちもいっぱいいてる中で、高校生もいてるんでしょこれ、中学生とかね、もう有名選手ばっかりの中で、なんとうちのあるちゃんがいただきました。本当にありがとうございます。いやー、光っちゃいましたよね。俺の頭より光っちゃいましたよね。ちょっと薄くなってきたけどな。ほんまに。ほんまに。ね、これ舐めたのか。喉がちょっと枯れてますけど。いやー、びっくりしたね。ほんまびっくりしすぎて、もう、なんちゅうかな。普通僕涙出るんですけど、もうなんかもう通り越してね、もうあっけらかんとして、言うて、ほんまにこんだけのね、有名選手がいてる中で、あーちゃんがね、もらったんですよ。本当にありがとうございました。もうこの子も一生のね、思い出やろうし、でまたこの子はなんか今度のランキングポイントは、この子に関しては MVP 賞をもらった人には年間の試合のなんか申し込みのお金がいらないという風な噂もちらほら聞きましたし、確かそうやって言われたと思います。俺ももう感動しすぎちゃってね、感動しすぎちゃったと TV になったんで、ちょっと覚えてないことがいっぱいあるんですけども、本当にありがとうございました。まあまあ、うちもね、自慢話になっちゃいましたけど、1年生の女の子ですよ。
でちらほらね、あの怪物というね名前をつけていただいてるようなこともちらほら聞いたんですけど、怪物言うてもまだ1年生の女の子やからねねほんで帰りにね、あのこれ買ってきてくれたそうです。私がルアー好きなんでね、魚好きなんで、これを私にあのお礼としてもらって、俺あのトロフィーちょうだいだったら嫌い言われましたこれはあるのとか言ってたあのまあね、あのさすがにさすがにもう僕もびっくりしました。はい、ほんとね、あの何でも言いますけど、運営のね、人たちの努力っていうのはもう一個の試合だけでも大変なのに、年間こうやって全員のねデータを集めて、スタッフの方もね、その中山道場さんかながやってるのかな、やってるんですけども、まあ他の先生たちも皆さん協力し合ってやってるんですけども、事務の人にね、事務の人がすごく大変だったと思います。はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。また4月からね、あのそういうことが始まりますので、ね、うちの子らも何人かこう挑戦するんじゃないかなと思います。いいですよね、この MVP 賞もそうですけど、この1位っていうね、にならないともらわれへんという、このなんかあのそういうこの決め事がね、あの皆さんに火をつけるというか、うん、もう何も言わんでも こういうことが一番 あの強くするシステムじゃないかなと思いました。いやー、これはあれはすごい、もう先行ってる最先端ですね、本当に。はい、まあ、JKJO グループね、私も入らせていただいて、いろんな勉強になってますわ。ほんまにこんな世界に早く来たかったなって思いました。はい、ありがとうございました。今日はね、まあ、そういう私が踊っちゃったぞという、びっくりしすぎてもう腰抜けそうやったからということでした。ありがとうございました。何回も言いますけど、対戦していただいたね、1年間通して対戦していただいた皆さんね、ありがとうございました。また今後ともね、よろしくお願いします。お願いします。おっす、ありがとうございました。最高でした。